皆さんこんにちは、主婦メカニックのゼニタツです。先日ですね、 Amazon で購入した Fire TV、 今家の方でね、Netflix ですとか Next ですね、あと YouTube をこれで見てたんですけど、もしかしたら車でも見れるかなと思って、やってみました。やってみたところバッチリ映ります。今までねやりたかったことがこれ一つで全て賄えるので、すごくおすすめだったので動画に残したいなと思います。細かな設定とかはねもうやっちゃってるのでできないんですけど、まあ基本的には本体を HDMI ケーブルつないで、あとUSB につないで電源を取るってだけです。であとは、これ自体にネットワークが来てないんで、携帯、僕は iPhone なんですけど iPhone と、つないで、ギガ数そこで持ってかれますけど、見ることができます。で、いろんなものが見れるんですけど、それぞれね契約しないとダメなんですけど、無料でいくとね、YouTube になってくるので、YouTube ですね見たいなって言ったら、画面でね、こう大画面でしっかりと見れちゃうようになるので、うわ眩しいな、こんな感じです。でしっかりと、ディーラーオプションでつけてる、ナビなんですけどね、カメラ汚くてすいません。ちゃんとフリップダウンの方もしっかり見れますんで、これだったら、もう DVD いらずかなと思うので、ぜひ余裕のある方は試してみてください。ちょっと雑な動画で申し訳ないですけど、個人的には緊急報告となりますので、ぜひ参考にしてください。僕買ったのは 4K 対応のやつで、Amazon でだいたい7000円ぐらいかな。で、一括で払うのきつかったな、きついなと思ってたら、5回は分割手数料無料でできたんで、だいたい1400円ぐらい5ヶ月で払う感じで今回購入しました。それだけでね、こんだけのパフォーマンス見せてくれるので、皆さんにとってもいいんじゃないかなと思います。それではバイバイ。